さんこんにちは、アラフォー YouTuber の水野優香です。いやー本当にいつも通りね、ビフォーアフターが激しくてすいません。ということでね、今回の水野優香チャンネルは私の若見えメイク夏バージョンをお届けしたいと思います。今回の夏メイクはですね、ラメをふんだんに使ったキラキラメイクしてます。結構カラーレス風な、大人でもねやりやすい感じに仕上がってると思います。なのでよかったらね、最後までご覧ください。どうぞ。はい、ではくすんでクマも激しいこの男顔のドスッピンから始まります。じゃあまずはね、チューズミアクアマックスのモイストブラウンです。チューズミのカラコンはアラフォーでもつけやすい、めちゃくちゃナチュラルなカラコンです。まず最初はエリクシールブライトニングデイケアレボリューション WT プラスです。 SPF50 プラス PA4 プラス入っている朝用乳液です。なんかね、白浮きしないし、すごい伸びもいいし、すごくね塗りやすくて大好き。メイク下地はメディアリュクスラスティングベースです。でよく振ってください。ちょっとオレンジってところが、イエベ肌の私にはすっごく相性が良くて、あとね、メイク崩れがなんかねしにくい気がしてガチで使ってます。ちょっとトーンアップしたの分かります？ファンデーション塗る前に、まずね、ミュアイスのツヤピタプライマー、これを首とちょっと腕に軽いファンデーション感覚で塗って肌色調整します。私みたいに日焼けしちゃう人とか、色黒さんが肌白く見せたい時にはめっちゃいい。ちょっと比べるとこっちの方がちょっとねピンキッシュな肌の色になってますよね。ではファンデーションはボンジョンヨのフィッティングクッションラスティング03のペールベージュです。これもね SPF50 プラス PA3 プラス入っているので、夏場のねファンデーションとしてやっぱり紫外線対策がしっかりできていいなと思います。このクッションファンデは時間が経った時の毛穴レスな感じすごく好きです。肌めっちゃ綺麗に見えるの。片方つけるとこんな感じ、ツヤがめっちゃ出ます。ただね、クッションファンデってほんとなくなるのが早いので、次なんか違うの買ってみようかなって思ってるんですけど、毛穴落ちしないクッションファンデでおすすめあったらぜひ教えてください。こんな感じでね塗り終わりました。のせた直後ってすっごい白っぽく感じるんですけど、ちょっと時間が経つと肌に密着してフィックスしてツートンぐらい明るくなった自然な感じに仕上がります。お粉はこちら、アディクションのインビシブルエッセンスルースパウダーグロー001番です。もう一回パフにのせて、崩れやすい部分この辺、あとおでこ中心にやりすぎない程度に抑える。もうこれで OK。 お次はノーズシャドウです。リセのシェードトリック BR300 ミディアムブラウンです。ブラシもねちょっとね面白い、こういうブラシになってるんですけど、これで輪郭のシェーディング、これね結構ね薄付きなので、たっぷり塗ってもあんまりつかないので、逆にナチュラルですごくねお気に入りです。ノーズシャドウもこれを使っていきます。ローラメルシエのブラシを使って手の方でなじませて、眉頭の方から目頭のくの字ら辺までとちょっと間隔を空けて、鼻先にカーブを入れながら入れて、最後ここで入れます。で、あとここに少しだけ影をのせます。はい、こんな感じです。お次は眉毛です。メディアリュクスのパウダーアイブロウミディアムブラウンです。これね画期的なのが、自分で組み立てる式のブラシとチップ、これがねめちゃくちゃ使いやすくてお気に入りです。チップの方でこの明るいブラウンを取って、私眉毛結構生えてるんで、眉毛の隙間を埋めるように眉毛全体の形を作っていきます。次にこっちのブラシの細いところでこの2色の中間を取って、眉尻をちょっぴり綺麗に描き足します。これでね結構眉毛キリッとしたと思います。お次は眉マスカラです。キャンメイクのスマートミニアイブロウカラー02です。くすんだ感じのブラウンカラーで、私みたいに地眉が太くて黒くてくっきりしてる人には程よく色味がついてガタガタしないのでおすすめです。結構ね右と左で眉毛の色味違うと思います。でもなんかわざとらしい色味ではなくて、すごい自然なのですごくおすすめです。
リップ塗って保湿しておきます。なんでもないリップなんですけど、これをちょっと塗ってね、唇をここで保湿して、お次はね、アイメイクです。アイメイクはね、もうこれすっごい私の中でこの夏大ヒット。ボビーブラウンのムーンストーングロウリュクスアイ&チークパレットです。これね、7月にね、限定発売で出たパレットなんですけど、このスノードームみたいなパッケージめっちゃ可愛いっていうのと、あと、ボビーブラウンってムーンストーンっていうラメがすっごい人気なんですけど、それがね、こんな感じでね、めちゃくちゃパレットに入っているのと、あとは私が大好きなリュクスアイシャドウリッチスパークルのムーンストーンとこのルナっていうのが入ってたり、こっちはね私使ったことなかったんだけど、ミスティックっていうピンク系のカラーが入っていたり、あとはねソフトマットなアイシャドウが2色入ってたり、もうとにかくこのパレットめっちゃいいんですよ。まず最初はね、リュクスアイシャドウリッチマットのアンティークローズ、この色を眉下以外のアイホール全体に塗っていきます。この色が肌なじみのいいベージュとほんのりピンクが入ったような絶妙なカラーで、肌をね血色良くしてくれつつもすごく肌なじみがいい色です。次はボビーブラウンのリュクスアイシャドウリッチマットモルティドピンク、これを目尻から黒目の始まりぐらいの3分の2にこれを塗っていきます。で、これもちょっと赤みがあるアイシャドウなので、茶グマとか黒グマが気になってる人はこういう血色の良いベージュシャドウをのせることで結構クマ目立たなくなるのでおすすめです。で、次に使うのがボビーブラウンのロングエアークリームシャドウスティックの L32 ピーチミモザ、下まぶたの目頭から黒目終わりぐらいのところにこのキラキラクリームシャドウをのせて、ちょっとね涙袋をぷっくりさせます。最後にラメを足していきます。上まぶたの中央からこうちょっと伸ばすように光を足します。で、すごいザクザクのラメなんだけれども、シワとかには入り込まないし、すっごいキラキラして可愛いので、この光を足すことでアイホールにのせたピンクベージュが目立たなくなって、すごいカラーレスなアイメイクに見えます。で、さらにリュクスアイシャドウリッチスパークルのルナ、目頭のくの字と下まぶたの中央、これをメインに塗っていきます。はい、こんな感じです。で、次に眉毛で使ったメディアリュクスのパウダーアイブロウミディアムブラウン、こっちの濃いブラウンを上まぶたの目尻に吊り上げラインのように入れていきます。こうすることですごくね目元がキリッと仕上がります。では次です。リセのワイドトリックダブルライナーリキッド。笑った時に出るこの下まぶたのぷっくりのちょっと中央にだけ影をね足していきます。これでねすごいね涙袋がぷっくりしました。やっぱりこのね涙袋がぷっくりすることによって目の位置の印象がちょっと下にねこう下がったような感じになって愛らしい目になります。ただこの線を入れると気になってくるのがやっぱこのクマが気になりますよね。なのでこのクマを消していきます。こういうチップタイプのコンシーラーです。この気になるクマのところに乗せて優しく指でトントン伸ばしていきます。これでね結構違いますよねクマの感じ。これねカバー力もあるし伸びやすくて乾燥もしなくてすごくいいコンシーラーだなと思います。で、そのまま鼻の中央に乗せて指先で優しく伸ばして鼻を高くします。次はキャンメイクのクリーミータッチライナー02番、上まぶたのインラインを埋めて肌色感をなくしていきます。で、さらにキャンメイクのクリーミータッチライナーの淡い色、これをですね下まぶたの黒目の中央のこの下部分だけインラインをします。ここにインラインをすることですごく目元がスッキリするのでインラインをしていきます。で、ビューラーです。ビューラーはもうずっと使ってるアイプティの奥二重用のビューラーです。で、自末が上がったらケイトのラッシュマキシマイザー、これをやると自末が全然夜まで下がらないのでおすすめです。
マスカラ下地を乾かしている間にチークを入れてっちゃいます。メディアのブライトアップチーク SPK03 です。ささっとブラシにとってちょっとだけここで馴染ませたら、洗った時にこのほっぺが上がるところに逆三角形に入れていきます。はい、こんな感じ。本当にね、ちょっと血色が上がったような感じで、すごくね、使いやすいチークです。マスカラはオペラのマイラッシュアドバンスト03モカブラウンです。何度もご紹介してますけど、本当にブラシが小さくてとっても使いやすいです。しかもお湯で簡単にオフできるからメイクオフも楽で、このマスカラ本当に大好きです。あとはハイライトです。またさっきのこのボビーブラウンのパレットのこの真ん中のゴールド、これをですね取って、頬骨のちょっと高い位置、あとはささっと鼻と顎とここに乗せます。これでね、いい感じにね、キラキラ感出たの分かりますか？もうほんとね、まぶたからお肌までめっちゃこのパレットね、キラキラになってね、大好き。もう一つハイライト、これはミュアイスのうるみハイライター02サクラベールです。これをちょっと取って唇の山に乗せて、ここがプルンとねしてるようにします。リップは以前の粘膜フェイクルージュ PK851 のわがままな肉球、これを唇の中央とこのゾーンに塗っていきます。で最後にミュアイスのポッテリップオイル01サクラスパークル、ちょっとピンクラメの入ったグロスを塗ってグラデーションリップに仕上げます。川西美希ちゃんプロデュースのミュアイス、アップサイシンが入っててボリュームが出るので、なのに1000円ぐらいで買えちゃうのでおすすめです。で最後にフジコのデコシャドウで生え際の後退したところを埋めていきたいと思います。生え際が丸くなることですごくね、若見え効果あるのでおすすめです。はい、これでメイク完了です。ちょっとじゃあ髪の毛とかセットしていきたいと思います。はい、今日の水のゆうかチャンネルいかがだったでしょうか。今回はですね、ほんとキラキラを足したり、あとはちょっとこの血色感の上がる大人でも使いやすそうなピンクをたくさん使ってメイクさせていただきました。今年はね、ほんとね、こういう感じのね、夏メイクにね、めちゃくちゃハマって毎日やってるので、気になった方はぜひぜひ真似っこしてみてください。では今日もね、最後まで水のゆうかチャンネルをご覧くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。